たかも。多分これで見れてるのかな。今見れてる状態になってるのかもしれない。あ、見れるかもしれない。ここでメッセージも見れる。どこみたいですか？ツイキャスじゃなくて、Facebook とか。やった、コメントも見れる、こっちで。まあ、藤田さんのコメントも映ってますね。見れる、見れる。映ってます、映ってます。私、会社をこなしておきましょうか、仏様。だって、私がこうやって。仏様のパイロットになっちゃった、始まりますポスト変わりますね。なんか番組名が毎回変わりそうな気がするんだけど。気をつけないと、あの、しんちゃんに番組名変えられちゃうんで、気をつけて。もう油断も隙もあっちゃうね。お、始まってるのが分かるな。見えてるな。OK だな。あと1分30秒ぐらいですね。はい。シアトルの時間は夕方6時ぐらいですか？そうですね。今5時58分です。そうですね。もう暗いですよね、きっとね。真っ暗です、真っ暗です。今もう明るい時間5時間ぐらいしかないですよ、本当に。日の入り見ると、なんか昼間時間5時間30何分とかかかって。うん、短いなぁ。あんまりなんかメッセージって言ってましたよ。カラフト？はい、そうですね。カラフトぐらいですね、ちょうど。もうなんか、今どん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 メッセージが見れる。あ、嬉しい。今日メッセージが見れる。やった。どこのですか？どこのですか？もうね、Facebook のメッセージも見れるし、ツイキャスも見れるし。今ツイキャス始めました。あ、ツイキャスも見れる。あ、やっぱり縦だね、ツイキャスは。そうですね。まあいいですよ、まあいいですよ。はい。あとで YouTube。はい。あの、画像を送ります、ね。動画を送ります、ね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ぼちぼち始まります。はい。はい、玉那覇直哉のパイロットになろう、今週も始まりました。番組ホストの玉那覇です。この番組は航空ファンの方々に少しでもお役に立てるようになればと思い放送しております。航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びして、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出して、航空ファンを増やすこと、パイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるように番組を作っていきたいと思います。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しております。11月のピーチ月間のプレゼントに、多数のご応募ありがとうございました。発送をもって当選発表とさせていただきます。ありがとうございました。今日はですね、私は、東京からアメリカから帰国しまして、東京のホテルで缶詰状態です。東京からお送りしております。で、ゲストはアメリカのシアトルからのリモートにて、ダブル生中継にてお送りします。スタジオにはアシスタントのまなみさんにサポートしていただいてます。まなみさん、よろしくお願いします。さて、今月は師走です。もう早いもんですね。忙しい時期、コロナ禍でもホリデーシーズン真っ只中のアメリカからワクワクするようなお話を、アメリカシアトルで飛ぶ
パイロットの方々をお呼びして、特集をしていきたいと思います。その第1回目となる今月の、今日のゲストは、高松さんです。9月に一度ご出演いただきました48歳でパイロット資格を取得された方です。もうすでに、告知したんですけども、9月のあの、仏様ですねというコメントももうすでにツイッターでいただいてますけども、いくつかの YouTube チャンネルをお持ちの YouTuber パイロットです。9月にご出演された時のお話は、パイロットの訓練、そして空のお話、実はびっくりする肩書きをお持ちなんです。ちょっとご紹介しますね。salesforce.com のタブローソフトウェアのエンジニアディレクター。スターティアホールディングス株式会社、社外取締役。ノーボーダー株式会社、社外取締役。株式会社、イノビオット顧問、というですね、マイクロソフトでの経験を踏まえて、日米の会社の経営者に対して指導、助言をしている、実はすごい人なんです。というバリバリのリーダーかと思うと、国際基準の子育てルール。国際基準の子育てのルールという本も出版されている、講師ともに徳を積むことの大切さを伝えているお坊さんのような方です。9月に ご出演されて以来、高松さんの YouTube やコラムを見てきました。私思ったんです。とっても大切なことに気がつきました。人は見た目で判断してはいけない。違う。とんでもない。チャレンジすること。人として成長するためには、などのメッセージに心を打たれ、コロナ禍の今だからこそラジオで語ってほしいとお願いして、今回2度目のご出演をご開拓いただきました。番組へのメッセージや質問は、今ご覧のツイキャス、Facebook、YouTube、FM 技能のメールまでお寄せください。メールアドレスは、797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。それではこれから1時間ほどお付き合いください。で、CM ですよね。はい。そうですよ。高松さん、私、持ってたんですよ。え、それ、持って歩いてたんですか？アメリカ来た時。今回、シアトルでサインもらおうと思って。そっか。で、出張中も読んで、おーと思いながら。いや、と思いながら。すいません。恐縮だ。できてないなとかね。はい。でも、あれじゃないですか。この訓練生いらっしゃるんで、やっぱり訓練生、を考えると、ちょっとああなるほど、それ使えるなっていうのももしかしたらあるかなと思って。そうですね、もうタイトルなんで子育てなんで、まあ、うちの子供ね、もう大きくなっちゃったんですけども、ただすごく教育というか訓練というかコーチングというか、うん、そのあたりすごく勉強になるなと思って、うん、ありがとうございます。本当にいや、もうコメントがいろいろ面白いんですけどね。コメント来てますね。どれだこれのコメント、まず私も面白いな、いろいろ。まなみさんをなんか、まなみいるんですかみたいに言ってる方がいらっしゃるんで、しげるさんってよくわかんないんですけど初めて言ったかもしれない。なんかいろいろ来てますね。もう前田さんの奥さんもコメントしてますね。どこで前田教官はどんな方でした？ Facebook ですね。どんな方でした？ハゲてましたかってから、ハゲてます、はい。これね、今日多分たくさんコメント来るんですけども、ぜひ高松さんのお話聞きたいので、ちょこちょこコメントも紹介しながらね、はい、やっていこうかと思ってますけど、はい。そうですね。これちょっと目に映るコメントはもう読み上げずに答えていくっていうのも、話の中に盛り込んでいくっていう技術を、ちょっと、駆使してやっていきましょうか。でもこのバックグラウンドいいでしょ。なかなかすごいですよね。本当にスタジオにいるみたいで、うん、ちょっとびっくりです。ですよ、考えたんです。どうしようかなと思って。ホテルのね、それ写真を使ったんですよね。そうです。この写真。あ、来ます。はい、CM 中も
くさんお話してました。YouTube、ツイキャスで、ツイキャスでご覧の方は見てたと思うんですけども、たくさんも早速ですね、視聴者の方々から、ご参加いただいてます。藤田直也さん、ありがとうございます。長岡俊也さん、ありがとうございます。原田さんもですね、梅原さん、岸本さん、もうたくさんの方々から今、Facebook と、あとツイキャスの方からもメッセージいただいております。ありがとうございます。多分ね、今のうちにちょっと紹介しようかな。あ、まずメインの、はい、高松さん、大変ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰しております。視聴者の皆さんは、多分 YouTube で見て、もういろんな情報もすでに持ってると思うんですけども、今日も、これから約50何分ほどお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、第1回目を見てない方のために、軽く自己紹介をよろしくお願いします。はい、高松です。自己紹介、前回も言ったんですけど、一番苦手なところなんですけど、アメリカのシアトルに住んでいて、まあ、玉名さんのこの番組に出るきっかけになったのは、パイロットのライセンスを取ったっていうところだと思うんですけど、小さい頃から飛行機好きで、でも身長制限がその頃あったんで、パイロットは早々に諦めてたんですけど、まあ、ちょっとシアトルにいる不思議な教官に出会って、そこが、まあ、ターニングポイントで、パイロット免許を47歳の時に取り始めて、49になる前、48歳のもう最後の方に取り終わったっていうところです。実際毎日仕事は全然違う IT 関係の仕事を多くやってるんですけど、そういう感じでマイクロソフトで働いたりとか他のところで働いて、今アメリカに21年くらい住んでます。シアトルに。はい。そんな私です。はい。ありがとうございます。はい、シアトルに来て、前田教官との出会いがターニングポイントというふうにおっしゃってましたけども、早速前田教官もですね、メッセージ来てるのかな、前田教官の奥さんからメッセージなのかなそもそもですよ、そのターニングポイントがあったとはいえ、やっぱり昔から飛行機乗りたいとかっていうのがあったんですよね。すごくありましたね。小さい頃やっぱり乗り物好きで、最初電車好きで、その後飛行機好きで、両方ずっと好きだったんですけど、仕事やり始めた時に絶対世界中駆け回る仕事にしてやるって勝手に思っていて、で、まあずっと航空会社を一緒にしなきゃと思って、まあマイレージのこともあったんで、21歳から全く変えずにずっと同じ航空会社に乗り続けてますね。で、まあもう世界中、ヨーロッパもアジアも、で、アメリカに住んでる時なんかはアジアに行くのすごい大変なんですけど、なかなかインドとかもチャレンジングに行ってます。それですごいやっぱり好きですね、空港の雰囲気も飛行機の雰囲気も。まあでも実際自家用の人たちを遠目に見ていて、なんかやっぱりジェット機とかそういうことに染まっちゃってたんで、つまんなそうとか思ってた時期もあるんですよ、実は。だけど実際そのまあ前田さんと出会って乗ってみて、やっぱり空って飛ぶと気持ちいいなっていうのがあって、撮りたいって思っちゃいましたね。はい。の小型機の前の席に乗るとやっぱり違いますよね。そうですね。なんか飛ばしてるっていう自分の感覚がこうやって肌に伝わってくるんだなっていうのはすごく感じましたね。ほら、日本国内でも、まあ、ほとんどの方がいわゆる旅客機のお客さんの席に座席に座って、窓から見る景色を見て、ああいいなって思うのが、まあ、それで飛行機に憧れる人も多いと思うんですけども、やっぱり小型機の前に座って、教官と一緒に座って、目の前操縦感があって、もう全部開けてるって、あの世界を見ると、たまんないですもんね。そうですね。初めてパッて下を見たときに、命がかかってるって、その瞬間に思いますね。やっぱり人間の普通の生活で起きることじゃなく、鳥と一緒に空に飛んじゃってるんで、あ、命がかかってるんだな、この、なんか趣味っていうかやることは。この行動に責任持たないとって一瞬で思いましたけどね。それが最初のイントロフライト、ディスカバリーフライト。そうですね。ディスカバリーフライトの時に、すごい、横でうるさいんですよ。前田教官やっぱりいつも通り。YouTube もあれですけど。で、なんか、なんでそんな地面でピーチクパーチク言ってたのに乗ったら黙ってんだみたいなこと言われて、感動もあるし、心配もあるし、あ、そういう責任感ってあるんだなって、すごいしみじみ思ってる、そこにちゃちゃ入れられたんですけど、でも実際そこの時思いましたね。あ、飛行機ってやっぱり空飛ぶから、地に足がついてないんで、相当自分の、こう、能力とか精神力試されるんだなっていうのを、すごくそこで思いました。じゃあそのワクワク感と、その責任感も感じながら、それでもやっぱりやろうって決めて、スタートした。そうですね。ちょっと頭の中よぎったのは、これぞ男の道みたいな
ふうに思います。命かけて食うのがきっと一番ワクワクするんだろうなと思って。ああ、うん。それは思いましたね。訓練の話をね、前回お話聞いて、まあ、ソロに出る、タイミングだとか、ソロに出たタイミングお話とかって、前田さんの話もお伺いしたんですけども、まあ、その後、もう免許を取られて、もう何ヶ月か、動画も拝見してます。ありがとうございます。素晴らしい。上空の景色で。そうですね。できるだけ1週間に1、2回飛ぼうとしてるんですけどね、今。ただ天気が良くないんで、前回は3週間近く空いちゃったんで、ちょっと自分でも心配は心配だったんですけど。でもあの動画見たときに、一番最初動画見たときに、こう、おそらく着陸するんだろうなっていう動画だと思うんですけども、滑走路探せなかったんですよ、画面上で。最初、これ着陸するんだろうけど、滑走路がないってこと、あ、きっと多分エマージェンシーの練習してるのかなって言って、勝手にそうなんですね。でもどん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 地面に近づいていくので、どこでゴーアラウンドかけるんだろうと思ったら、なんか遠くに、ちっちゃい用事みたいな感じですよね。爪楊枝みたいに見えますよね。着陸前見てると。あれ、あそこで最初から訓練ですか？ずっとあそこなんで、ちょっと大きいとこ行くとちょっと自分感覚が悪くなるんですけど、ずっとあそこで訓練です。なんで、タマさんはアメリカで飛ばれてた時にそういうことないんですか？ああいう小さい滑走路に降りるって。あそこまで小さいのはないですね。あ、そうなんですね。そこまで小さいんですね。はいはい、私は、あれより小さいところにも行ったことがあるんで、この地元で。帰ってきて、あ、大きい、安心安心って思うんですけど、そのハービー空港、私のいるハービー空港って、やっぱり皆さんなんか怖がるらしいですね。他の空港から来ると。私はもうなんかあそこに来るとホッとする感じです、最近は。いやー、もうスタートが違いますよ。確かに私もアメリカで、まあ、滑走路が狭いとこ、ちっちゃいとこ飛んでましたけど、うん、あれはちょっとびっくりしましたね。そうですね。実はそこに加えてデコボコなんですよ。あ、本当ですか？あれだから着陸の後に映像を見てるとボコンボコンってなんですけど、あれバウンスしてるんじゃなくて自分の機体自体がこう揺れるんですよね。デコボコで。すごく軽い飛行機で行くとデコボコを感じます。離陸の時も着陸の時も。うん。そのソフトフィールドランディングの空港はまた別の空港です。それとも同じ。あの滑走路のすぐ隣が芝生で、実はソフトフィールド練習できるんです。夏の期間空いてるときは。あっちの方がまだ平らです。実はコンクリートというかアスファルトの方がデコボコですね。へえ。ラジオ機の、パイロットの方々、そして今後勉強しようという多分ビデオを見て。勉強してる方々の滑走路の景色見てると思うんですよ。ぜひとも高松さんの着陸の風景見てください。ビビります。そうなんですね。もう自分は自分のなんかパーツになっちゃってるんで全然気にならないんですけど。あ、でもほら、やっぱり本当に景色がすごく綺麗だなと思って、夏からずっと拝見、9月からもうすごくいい季節で紅葉の時期とか見て、もう今、まあ、確かに天気悪くなってますけど、すごく綺麗な映像で。そうですね。先週末、霧の中出たときは、やっぱりここで飛んでてよかったなって思いましたね。やっぱり違うんですよね。緑の濃さが。うん。霧でしばらく行けないっていうふうに、なんかどっかで、Facebook なんかで私見たんですけども、はい。言われるから行けない。で、だん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 霧が晴れてきて、で、これ行けるかなと思って飛んで、でも、うん、それでも一回ちょっとぐるっとトラフィカタを回って確認をしてっていうところで、はい、おー、すごいすごい、さすがさすがって、ちゃんとディシジョンを持って、ビビリなんですよね。着陸側の方のファイナルは霧がかかってたんで、それでもアメリカ人たち、自分の飛行機の人たちは平気で出てっちゃってたんですよ、うん、目の前を。で、3、4機出てった時に、みんなこれ、帰ってくる時どうするつもりなんだろうなと思って、ファイナルが。全然霧に覆われてるのに。で、よく見たら、まあ、風がないからみんな反対に降りてくるつもりなのかなと思って。でもまあ、確かに北側は全部晴れてるし、南は全部霧だし、どうしたもんかなって。でも自分はやっぱりちょっと怖がりだから、一応上から眺めてから行こうって思って、上から一回トラフィックパターン回ってみたんですよ。そしたら、あ、意外と、こう、地面で見てると雲って重なるから、厚さっていうか距離が分かんないんですけど、上から見てみたら、あ、随分隙間がいっぱい空いてるんだっていうのが分かって、うちの妻が乗ってたんですけど、じゃあ行こっかって言ってそのまま飛んでまた違うとこ行っちゃったんですけど。
いや、そのビデオを見ました。ご家族で、奥様と飛ばれているビデオもそうで、あのフライトビデオもそうですけども、ご家族、家族4名でお子様2人と一緒に乗ってるビデオとか。そうですね。はい、もうあれがやっぱり、なんだろう、本当に楽しそうだなと思って。そうですね。ちょっと息子娘はなんか気が向かないのか、あんまり飛行機に興味示さないんで、まだ1回しか乗ってないんですけど、2人とも。あの妻はいつも一緒に乗ってくれて飛行機好きなんで。隣でチェックリストを読み上げて、ね、サポートしてるのも映像見てますよ。そうですね。もう、自分の iPad にいろいろチェックリストのコピーとかいろいろ入れて、横で、レーダー画面で見ながら、ずっと、見てますね。あの辺に飛行機あるよ。こっちだよ。あっちだよって言われるんで。はい。当初、それは幸せですね。免許を取る一つの理由として、奥様も、その、高いとこから綺麗な景色見せてあげたいっていうのはもう何回かも実現されてると。そうですね。まあまあ、彼女がもともと持ってた病気があって、まあ、山登りとかなかなか景色好きなのに一緒に行けないので、どうしようかなって思ってて、まあ、飛行機のチャンスが来たんで、パイロットになる。ただその時に、頭の後ろの片隅に、まあ、うちの妻に私18の時に一回振られてるんで、大学時代に。その振られた当初の彼女の元の彼氏が、おそらく今はキャプテンになられてメジャーの航空会社で日本の空と世界の空を飛ばれてる方なんですよ。でどうしてもそこへの対抗心がムラムラときて、やっぱり飛ばなきゃって思って、着陸できなかった頃とかソロできなかった頃はもうそれだけです、心の支えは。もう 彼に追いつかないとって、まあ追いつくわけないんですけど、絶対に負けたくないって思ってたんで、はい。まあ、幸せですね、その彼女を乗せてて。まあ、夢はその彼と実は2人で男同士の話をしながらと思うことなんですけど。まあ、お友達でも何でもないんで難しいですけど。面白い。一つのモチベーションになったわけですね。そうですね。もうモチベーションのコアでした。うん、完全に。フライト終わって、教官って、前田教官って、確かこの間ビデオでナイトフライト乗った映像があったんですけど、やっぱり定期的に乗られてます。はい、そうですね。実は今週の末も一回ないという妻と行くんですけど、教官、やっぱ、カレントにする?その自分が飛んでいい状態にするのに、時間が空いてたんで、この間前田教官と、あともう一人お友達と、石原さんっていう方なんですけど、三人で、まあ、正直前田さんと石原さんって、アメリカの航空業界でも相当の二人なんで、私がちっちゃい存在でこう乗ってるんですけど、もう二人からいろいろ突っ込みもらいながら、夜間のカレントをもらいに行って、まあでも私結構マゾなんで、そういうふうにいろいろもの言われるの好きなんですよね。やっぱり自分自身の向上につながるんで、はい。それでナイトを撮りましたね。はい。前田教官はビデオで見る前田教官そのものですか?なんて表現したらいいんだろうな。まあちょっと人間っぽくないんじゃないですか。どっちかっていうと、一人エンターテイナー、自分で自分を盛り上げるプロみたいな感じですね。だから、すごく疲れて、仕事で終わって疲れて訓練行くと、一人でバーって騒いでる前田教官が横にいると結構なんか、そのケアと運転の操縦のなんかこう、自分自身の両方の操縦がすごい難しくて、そういう時ありました。ただまあ、あれだけエネルギッシュな人なんで、冒険家なのかな、やっぱりっていう気がいつもしますけど。そうですよね。本当に、はい、エネルギーすごいですからね。そうですね。どっから来るんだろうっていうぐらいエネルギー持ってますね。でも、はい、一方で、ああいう、もうそういうエネルギッシュの人もいれば、高松さんも、はい、コラムだとか動画だとかっていうところでメッセージを発信してるって、いわゆるまあ我々日本人のまあ年齢層は様々ですけども、すごくメッセージを感じるんですね。っていうのはやっぱりアメリカで高松さんのようにもう二十何年来て、会社も働いて、で前田教官のように冒険家もいればっていう人もいれば、一方でまだ日本から一歩も出たことがないっていう人もいるのも現状じゃないですか。はい。特にパイロットになりたいってなると、もちろん日本の航空会社でもアメリカの航空会社、世界どこでもいいんですけども、飛行機に乗るって一ステップ上がるので、はい、夢だけではできないところってあるじゃないですか。そうですね。本当になんか飛行機、それまでもいろいろ活動してましたけど、飛行機に乗るっていう作業を
自分がしたときに、まあ、さっき言ったように命がかかってるっていうのがまず一つと、なんかパイロットになるって人間性を試されてるっていうか、例えば、まあ、その霧の話じゃないですけど、霧の時に行くか行かないかとか、まあ、こっちだと合能合ディシジョンみたいなこと言いますけど、それ全部自分に委ねられてるんで、で、ましてや自分のワイフが横に乗ってるってことは二人の命を。で、まあ、そこで、なんか行きたい自分を抑えたりとか、で、飛んでる時に何かこう、慌てることがあっても、その慌てない自分を作るとか、あと、まあ、教官から教わってて、こっちだとCFI ってその教官の方って年齢層様々なんで、自分より全然若い教官に怒鳴られるときあるんですよね。やっぱりこっちでもよく話になるんですけど。で、そこで、その自分より全然若い人に怒鳴られて、どう自分が受け取るかとかいう人間の、なんか、挑戦みたいのもあって、まあ、正直、前回も言ったんですけど、若い頃にパイロットライセンスを取らなくてよかったなと思います。私結構、多分若い頃はめんどくさがりで無謀だったんで、危ないことになってたんじゃないかなというふうに思ってて、ただやっぱりこう人間のステップとしてはパイロットって、総合競技だなと思います。私まあ、スキーやったり、バレーボールやったり、スポーツもいろいろやってきたし、IT 業界で働いてっていうのはあるんですけど、パイロットになるっていう作業ほど、なんかすべての総合要素がこう入ってくるものってなかなかないんじゃないかなって、F1 ドライバーになるぐらいの感じですよね。やっぱり命がかかってるっていうところが一番だと思うんですけど、他人の命をも背負うっていうのは、すごく重い仕事っていうか、重いことだなとは思いますね。本当に。いや、そのあたりは本当にいろんなところでディスカッションがあって、パイロットになるってステップっていうのもいろんな要素が入ってきて、でさらにそれが自家用の機長とはいえですよ、やっぱりそれなりのディシジョンメイキングがあって、勉強があって、プランニングがあって、ちゃんと自分を律さないと律さないといけないとかっていろんな過程があるじゃないですか。なのでそれを、まあ、私はその自分の中で訓練でやってきた中で、高松さんが自分で免許を取られた。で、それに、多分そこも反映されたコラムとか動画っていうのが、メッセージとして、ありますね。私はなんか伝わるんですよ。大抵実は動画は空港の機械に撮ってるんですよ、ほとんど。ああ、なるほど。で、飛ぶ前に考えてることを言葉にするときもあれば、飛んで帰ってきてからちょっとほっとして思う、言葉もあるんですよね。その自分の動画の中には。だから、そこはすごく日本の人から見ると、もしかしたらちょっと飛んだような話に聞こえちゃうのかもしれないですけど、実際にはなんか命がけで生きてみる。自分で自分のことを決めて、まあ先日前に出られた藤田さんも同じようなことをおっしゃられてましたけど、YouTube とかコラムでおっしゃられてますけど、結局のところ、自分で決めたものに自分で責任持って前に進むっていう怖さと楽しさを一緒に楽しむっていうことをやってると、なんか私のチャンネル本質っていう言葉使ってるんですけど、すごくこう本質だけ見えてくるんですよね。もう全然善悪って人間によって違うので、どちらかというと本質は一体どこなんだろうっていうことを見つめられる力っていうのは、まあ飛行機に乗って加速した気はします。自分自身はそこはすごく、この話をね今日はいっぱいしたいんですけど、はい、コメントがいっぱい来てるので、ちょっと紹介したいんですけども、これは藤田、今お話してた藤田さんですよ、藤田直哉さんの、はい、仏様のパイロットになっちゃったって番組が変わっちゃったみたいですね。あとは長岡さん、その本、先ほど私がご紹介したこの本ですね。ああ、はいはい、はい、この本を友達にも勧めてますて。ありがとうございます。はい、で原田ね、そうなんですよね。はい、ラジオ出てございます。ということで、梅原さん、ありがとうございます。始まりましたね。岸本さん、岸本さんもシアトルで番組に出られてますね。そうですね。ありがとうございます。はい、で、マキコさんですね。前田さんの奥様ですね。高松さんの大ファンです。前田教官はどんな方でしたか？ハゲてましたか？回答は。はい、つるつるです。いつもご覧になっているかと思います。で、藤田さん、今日応援団のメンツがすごいって、確かにそうですね。ね、栗原さんからは、霧の中で操縦ですか、随分とテクニックと高い集中力が必要でしょうと。まあ、霧の、そうです、実際、私は VFR の今、有視界飛行のサーティフィケートなので、霧の中に突っ込むっていうのは絶対ダメなんですよね、法律的にもダメなんで、うん、そこを見極める、どれぐらいだったら自分が有視界飛行のまま危なく飛べる、危ない思いをせずに飛べるかっていうところは、どっちかというと緊張感が、そう、テクニックか。確かに、その、実は私、雲に囲まれたことが一度あって、長距離、妻と飛んでるときに、うん。
あの時は確かに、すごく、こう、スピードを持って、スピード感を持って自分がディシジョンメイキングしないと手遅れになっていくんで、あ、こういうことなんだってのすごく感じましたね。霧とか雲ってやっぱり、有志会機構の場合はすごく緊張感とテクニックはあるんだなと思います。私もこれから全然勉強ですけど。そのまま契機に進まれるんですか、今後の予定としては。そうですね。少なくとも IFR の契機をきちんと取りたいなと思ってます。やっぱり雲が多い時期が多いので。であとは、まあ、それこそ藤田さんにもちょっと背中を押してもらってる感じがするんですけど、雲の上に出る気持ちよさを早く味わいなさいよっていう感じでおっしゃっていただいたんで、あ、そうですね、やっぱりやりましょうっていう。まあ、安全のためにも IFR までは確実に取りたいと思います。なんか YouTube の方でどなたかご質問されてますけど、事業用取得される予定ないんですかって書かれてるんですけど、コメントに実は。本当だ。うん、でも、事業、私多分事業用取った時に大体こっちのアメリカのパイロットの方のリタイアメントぐらいの年になっちゃうんじゃないかっていう不安があって。まあただまあ、あれですよね。コマーシャルって多分、玉名さんに聞けばよくわかるんですけど、こう、いろんなマヌーバーがあるんで、そういうのを勉強しておくっていうのは大事かなって、ちょっと最近ちょっと思い始めてます。はい、ありがとうございます。あと、原田さんからですね、高松さんの YouTube リンクってもう、もうどんどん今、高松さんの YouTube のリンクが送られてますよ。Facebook。ありがとうございます。すみません、藤田さん、原田さん。そうで、はい、これはおそらくツイキャスかな、はい、はい、ツイキャスの、方々もたくさん、来てます。佐藤坊さん、ありがとうございます。そうですね。はい。藤田さん、こんにちは。マナミいますよ。この後ろで。しげるさん、いろいろおっしゃってますけど、実は私の本、アマゾンで、子育てで書いて子育て文房に入ってったのに、倫理教育の1位になっちゃったんですよ。で、はい、そう、実は私の結構も、大元のメッセージって、子育てにも部下育てとか、誰でもそうなんですけど、人が育つときって倫理がすごい大事だっていう話があって、善と悪っていうのはコロコロ変わるんで、見る方向によって。だそれをすごく私は、表現してるつもりなんですね。だから本質を見ないと、善悪に惑わされちゃうんで、倫理教育ってすごい大事なんですけど、実はちょっと悲しいことで日本の倫理教育って薄いんですよね、今ね。時代的に。で、私たちが小さい頃ってすごく道徳の時間も重さがあったと思うんですけど、実は世界を見回すと、アメリカは、今年去年あたりから高校で倫理ですね。哲学をやるようになったんですけど、ヨーロッパとかはすでに中学、高校は哲学絶対なんで、そこは本当はもうちょっとした方がいいのかなというふうに思います。すいません。ちょっとしげるさんのコメントからツイキャスの方で。しげるさんはね、すごくたくさんコメントをいただいてるのでありがとうございます。はい、もう今解説していただいたように。ありがとうございます。佐藤さん、かっこいい奥さん幸せでしょうねって。いや、いつも幸せって言ってくれるんで、それは嬉しいですね。素晴らしい。純粋に嬉しいです。奥さん、はい、今日そばにいないんですか？そうなんですよ。今日たまたま今生で見れないし聞けないし、さっきまで近くにいたんですけど、今ちょっと息子の習い事で、はい、なかなか、はい、ありがとうございます。じゃあですね、はい、一旦ちょっともうほらあっという間に11時30分、早いですね。一旦コマーシャル入れて、また後半その、はい、特をぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかそれなりそう。はい、多分今 CM 入ってます。いや、どんどん来てますね、この。結構、そうですね。このリンクはどのリンクなんだろう。高松さんのこの原田さんに送ったリンクっていうのは、チャンネルは今、あれですか？これ、なんか両方出てますね。パイロットの3つ出てます。3つあるんですよ、実は。日本語の、空飛んでる。チャンネルと、うん、それこそその本質の話、ちゃんと、ちょっとビジネスライクにちゃんと話してる、とは言っても車の中ですけど、うん、その私の本当のチャンネルと、あと英語で、飛行機飛んでる方のやつを作ったんですよね。ちょっと、頑張って英語をやってみようかなと思って。ちょっといろんな、実は英語の人と話してて、ふと思ったんですけど、うん、英語やるってアメリカターゲットじゃないんですよね。世界ターゲットなんですよ。だからパイの大きさが全然違うんで、YouTube とかでも。見てくれる人の量も全然違うんで、できればなんか日本以外でもアメリカに来たいって言ってるような人たちに、うん、アメリカに来てパイロットになりたいとか、そういう人たちに届いたらいいかなと思って、英語の方は始めたばっかりです。ちょっとだけ。
確かに確かに。最近。はい。あれ、しげるさん、シリコンバレーからシアトルですかって書いてあるんですけど、私ずっとシアトルなんですよね。そうですよね。はい。あれですよ。ギノワンのメールにも来てますよ。あとでちょっと。あ、メール来てますか。メール来てます、メール来てます。今、アナミさんからメールが転送されてきたので、ぜひぜひ。飛行機の時は、はい、カメラは何台ぐらい設置してるんですか。今は2台の GoPro を使い分けてて、で、1台実は、中国のメーカーのインスタ360っていう360度カメラがあるんですけど、ずいぶん前にすごい頑張ってお金出してそれを買って、でちょっと編集してたんですけど、360度カメラは編集が大変なんで、たまにしか持っていかないんですけど、だからそれがあるときは3台ですかね。はい。編集がすごく綺麗にできてるので、逆に大変そうだなと思って。実は、本ちゃんの自分の喋ってる方の動画は、編集ほとんどいらないように撮ってるんですけど、うん、飛行機が一番時間かかります。フライトの動画は3日ぐらいかかります。あ、はい。CM 開けたようです。CM ああ、もう CM 開けです。すみません。ではでは、皆さん、はい、CM 中もいろいろ話をしたんですが、まずは、コメントをご紹介したいと思います。FM ギナワンのメールからいただきました。ラジオネーム、いっちょんさん、あ、いつもありがとうございます。玉名さん、高松さん、こんにちは。大仏県は寒いです。沖縄、シアトルいかがですか？私ね、今日は東京なんです。はい。シアトルはいかがですか？シアトルも寒いですよね。シアトルはつい2、3日前まで相当寒かったんですけど、ここ数日ちょっと暖かいですね。10度ぐらいあるんで、まあ、すみません、10度で暖かいって言っちゃいけないのかもしれないですけど、なんか昼間は暖かいなと思います。はい、天気がいいからですね、数日。高松さん、ド M って、奥様争奪戦のパワーすごいですねって、さっきの。いやー、そうですね。一回振られてというところですよね。ちゃんと聞いてます。そこは大事ですよ。一回負けてもまだ次はっていう。そこは大事です。奥様、とても幸せだと思います。命がけか。高松さん、日常で私たちがそんな風に思う、高松さんに質問ですね。日常で私たちがそんな風に思えてできることってありますかね？心がけとか、どうでしょう？前田教官、生き仏伝説、また教えてください。YouTube も拝見します。と心がけっていうか、多分日本にいらっしゃる方は、命の危険を感じることが少なくなりすぎて麻痺したのかなと思うんですけど、例えば太平洋戦争の直後とか、本当明日食べるものもないみたいな時って、すごい人間強かったと思うんですよね、日本の人たちって。で、実際現代でも、例えば職を失うって私も含めて明日起きるかもしれないことなんで、私もレイオフいろいろ経験してますけど、だからそういう意味ではどこにいても明日は分からないっていうのは人間の常なんで、そう、生きてるか生きてないかも分かんないですよね。車に乗ってても電車に乗ってても事故に遭うことがあるわけで、私自分の家族と接するときとか、自分の家族と別れてじゃあ行ってくるねとか、逆に見送るときとかも常にこれが最後かなって思うようにしてるんですよ。基本的に自分が何かやるときもこれが最後かなって常に思うようにしてて、それぐらいなんか生きてることへの緊張感と楽しみって結構同居してて、そうじゃないとやっぱりありがたみもわからないし、実際本当に死ぬこともあるわけで明日。だからそういうことを常に思ってるっていうのは、まあアメリカに来たのもすごく大きかったですね。アメリカいろんな人種問題とかありますけど、娘が友達ん家に遊びに行くって、ふわーっと最初の頃行かしてましたけど、よく考えたら、実は軍関係出身の方たちとか、ちゃんと普通に銃とか、機関銃とか、ショットガンとか、家にこう、ケースの中入ってたりするんですよね。で、それパッて見たときに、あ、こういう家に行かせるって思ってなかったっていうのがあって。だから自分の子供をそういうことで失う可能性もあるから、そこでやっぱり自分で責任取って、責任持って考えなきゃいけないじゃないですか。だからそう考えると、いくら日本が安全とはいえ、実は明日は我が身っていうのはみんなそうなんで、動物として、人間としてやっぱり生きるっていうのは明日、まあ私のいつも動画で言っちゃうことなんですけど、明日のお昼ご飯とか明日の晩ご飯何食べるか確実に分かってる人っていないのに、どうしてみんなそんな将来の約束をもらいに来るんだろうっていう気はしますよね。だからその保証のない将来をドキドキしながら楽しむっていうのが一番なんかいい方法かなっていうふうに思います。それのこう最高峰がやっぱり飛行機で命かけて飛ぶときですよね。今の段階で私にとっては。確かにね、明日のご飯で確かに、うん。何食べたいなとか思うんですけど、確実に何食べてるって分かるわけないんで、
かまあ、この番組だと多分パイロットになりたい方たち、若い人もいっぱい聞いてるのかもしれないですけど、そういう人たち、ちょっとまあ私は日本のパイロットのなんかすごい神聖化されちゃった神みたいな存在をすごい不思議に思ってて、もちろん安全を司るんでちゃんとした人にならなきゃいけないんですけど、人間性的にも。でも、別にエリートしかなれないとかいう世界ではあっちゃいけないと思うし、どちらかというと、その、自分も死ぬっていう怖さを分かってるパイロットの人たちに私は自分が乗る旅客機を操縦してほしいなって思いますよね、うん。何かあれば自分だって死ぬんだって思ってる人たちで、死ぬこととかその事故が起きることをもう遠いどっかの違う世界のことのように思うパイロットの操縦する飛行機には逆に乗りたくないなっていうふうに思いますけどね。まあ、確かに、私が従事している小型機の本当にそれこそ自家用とか軽機って、特に自家用ですね、その過程の訓練っていうのは、その死ぬことと、まあ、通じるかもしれないですけど、やっぱり怖さは絶対感じるんですよ。最初は楽しいと思うんだけど、同時にいろんな訓練、まあ、のことやるじゃないですか。そうすると、これ下手したら死んじゃうっていうのは、皆さんどっかで思ってるのか、でそうですね。基礎を培っていって、一人で出ていって、その時感じるのは恐怖心であり、自信であり、この二つってものすごく極端な話ですけども、それが一度に経験できるじゃないですか。そうですね。すごく気をつけてるのは車の運転とかでもよく言われますけど、3ヶ月目、6ヶ月目危ないよみたいな免許取ってから、油断が出るからみたいな話はありますけど、飛行機なんかはそれがもう操縦相当多分すごい幅である気がするんですよね。それがもう私みたいに取り立ての人から何十年乗ってる人も常にその繰り返しで、自信過剰にならないでところで一回自分をこう止めなきゃいけないし、自信過剰になると必ず隙ができるんで、チェックリスト見ないとか何しないとかっていうことになって、基本的なことさえやらなくなる。それがやっぱり一番怖いと思うんですけど、だから常に基本的なことをしっかりやって、かつ自分の命の恐怖心を覚えつつ、そこの上で楽しむっていう、で少し自信を持たないとやっぱり私みたいに着陸できなくなるんで、自信喪失せずにでも自信過剰にならずにっていうのは、そのバランスがすごくパイロットっていうのは大変だなというふうにいつも思います。それがもうずっと続くわけですからね、空飛ぶ限り、うん、終わりは絶対ないので、終わりがあっちゃいけないと思うし、そこはすごく感じてます、いつも。今ラジオを聞いているそのまあ、パイロットの方々、まあ、免許を取った方々、免許取り立ての方々もいろいろいると思うんですけども、やっぱりほとんどの方々がやっぱり免許を取りたいという、今後やりたいという時に、今のイッチョンさんのコメントでもないですけども、今日本にいる間で、まあ勉強は勉強なんですけど、心構えというか、なんかそういうの、どういうアドバイス、はいはい、ちょっと私のアドバイスは、日本でアドバイスしてくれる方たちとちょっと違うかもしれないんで、特殊かもしれないんですけど、まあアメリカだったら、実はスチューデントパイロットのコミュニティとかいろんなところにあるんで、そういう会話とかオンラインのミーティングとかでもそういう話実は出るんですけど、例えば中学生、高校生、大学生が、僕パイロットになりたい。まあ小学生でもいいんですけど、って言ったら、日本の方たちどうも見る限り勉強しなさいとか、要はエリートになりなさいってことなんだと思うんですけど、成績良くした方がいいよとかおっしゃるみたいですけど、私は逆で、一回飛行機に乗せてもらえばっていう言いますね。うん、特にその自家用のプロペラ機に、そのちゃんと前の席に座って体験させてもらったらっていう。まずそれで本当に自分がやりたいものかどうかっていうのが分かるし、好きかどうかも確認できる。でそれはアメリカの場合はもう4歳でも2歳でも3歳でも、まあ前田さんのご子息もちょこちょこ乗ってますけど、知らないうちから乗っちゃってますけど、本当に小さくても乗るんですよ。で乗せてあげて本人に機会を与えて、あとは本人次第っていうことなんで、なんか私は勉強したらいいよとかあれやったらいいよってあんまり言えないですね。体験してみたらっていうのは、これ飛行機以外の学生のアドバイスとかでも言うんですけど、やってみなきゃわかんないよねっていう話なんで、やったらいいかな。そしたらもうちょっとなんか日本の空がみんなのものになるかなって、子供たちも含めて。そういう閉鎖的なのをやめた方がいいよねって自分ではちょっと個人的には思ってます。だから今勉強してる人たちも、やりたいって思ってる人もとりあえず乗ってみる。あと、まあ、ちょっとお金貯め始めて、みんななんか1000万、2000万かかりますよね、みたいな相談もたまに来るんですけど、いや、最終的にそのぐらいかかるのかもしれないですけど、
事業用までね、取ってやらないになるのにお金がかかるのかもしれないですけど、それよりそんな先のこと考えてもしょうがないじゃんっていうのは私の結構感覚で、とりあえず自分のすぐ近くのことを考えようよって、本気で取るんだったら、アメリカの若い人たちがやってる、まあ、年寄りみたいな、私みたいな年寄りもそうなんですけど、まずはスクールに入るとか以前の問題で、オンラインで FA に、まあ、タマさんよくご存知だと思うんですけど、FA に認められてるオンラインスクールというか、オンラインプログラムってあるんですよね。で、実はその金額って2万円、3万円のものなんで、自分でオンラインで購入するって。で、それを終わっておけば、実際本当に飛ぶ訓練の時には、その FA で認められてればそれ持ってけるんで、どうしてみんなやらないんだろうなっていうのは、すごく日本のなりたいって言ってる人たちを見て思いますね。なりたいんだったらとりあえず一歩歩いてみればみたいにのはすごく感じます。その最初の一歩が出ない子も多いんですよね、出ない人たちもね。それは、はいはいはい、そういうのがあるのか分かんないのか分かんないんですけども、多分一気にこうこんなことをやらなくちゃいけないと思ってるから一歩も踏み出せないのかもしれないけども、やっぱり最初の一歩ですよね。うん、目標は高く設定するに越したことはないと思うんですよ。私もそうだったし、常に私実は仕事の方ではなんか常にこう世界の一番のところで働きたいっていつも思ってたんですよ。実際そうなったんですけど、うんうん、でもそれを気にしてたんじゃなくて、目の前に何をやればそこにたどり着くかっていうことを具体的に考えて、もう次の一歩だけしか考えてなかったですね、常に。やっぱりその一歩目踏み出さないとどうしてもあれなんで、まあ前の時も、前出演させていただいた時も言いましたけど、0と1の違いっていうのすごく私には大きいんで、コンピューターの仕事してるんで、バイナリーっていう世界で1と0の世界にいるんですけど、0にいくら数字かけても0にしかならないけど、一歩進めば1は100にも1万にもなるから、掛け算すれば。そこすごく大事だなって思って、人生全体がそうなんですけど、そこを今の日本の若い人たちとか子供たちは結構臆病というかシャイというか、その0を1にすることさえしないっていうのはちょっと考えすぎじゃないのっていう、やってみればいいじゃんっていう、これよく前田さんなんかよく言いますけどね、私が考えてると考えすぎって言ってくるぐらいなんで、彼は考えないで行動することもすごい大事だなっていうふうに思います。走り始めてから考える、ある意味ね、考えないで、うん、考えないで行動、すごいバランスですよね。ちゃんと考えて計画を立ててやることはもちろん大切なんだけども、とりあえずやってみようっていうのも大切ですよね。うん、そうですね。はい。とりあえずやってみて、嫌な時ってあるんですよ、人間。多分、10回に5、6回は少なくとも。うん、そしたらやめれないと人生短いんで、そんなこといちいち考えてる時間も全部やめなきゃいけないんで、とりあえずやってみた方が答えが早く出ることは多いですね。ですよね。ですよね。はい。はい、ですね、高松さん、はい、メール紹介します、はい。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、岡目インコさん、と申します。玉名さん、高松さん、こんにちは。はい、高松さん、シアトル在住、羨ましいです。私はボーイングの整備士トレーニングで空港を数回訪れたことがあるのみです。マイクロソフト経験を、経て、IT 関係複数社の取締役、本も出版されるなど、多岐にわたり、経歴の驚きです。48歳でパイロット免許を取得されたのこと、YouTuber パイロット素晴らしいです。私は45歳ですが、免許取得したいと考えてます。アドバイスしてください。アドバイスですか？いや、もうするしかないですよ。だって、したいって思ってるってことは、するしかないですよ。これ、多分日本の方みんな同じなんですよね。なんか、ちょっと不思議なんですけど、お金がかかるからやらないっていう人と、それ以外の理由でやらないっていう人が2種類いらっしゃって、うん、で、これもアメリカ人の倫理教育の中に、実はこれすごく娘に先日深くその話をしたところだったんですけど、21歳の娘に。金額だけで迷ってるんだったら、物事は借金してでもやらないとダメなんですよ。それはお金が邪魔してるんで、自分のやりたいことを。うん、でも、お金じゃなくて、本当にやりたいかどうかを迷ってる側の、決断だったら、とりあえずさっき言ったように一歩進んでみて、本当にやりたいかどうかを自分に確認したらもうあと進むだけなんで、それだけだと思うんですよね。だから物を買うときも一緒で、やっぱり自分が物を買うときは、金額で迷ってるんだったら絶対買わなきゃダメなんですよ。自分を幸せにしてくれるものなんで。自分欲しくてしょうがないんだけど金額で手で届かないと言ったら、もう一生働いて返すぐらいの借金であってもした方がいいと思うんですけど、本当に好きだったら。でも、金額は買えるんだけど、どうしようかなって迷ってるってことは、本当に必要かどうか、自分に必要なものかどうかとか迷ってると思うんで、そこは、今の方にアドバイスは、とりあえず飛んでみる。
あと、グランドスクールはさっき言ったように、ちょっと負荷がかかるんで、自分に。特に年齢、私たちみたいに40代、50代だと、時間を作って勉強するっていう作業に一回自分を戻すまで、昔の自分を戻すまで、戻るんですけど、必ず。戻すまで時間がかかったんで、そこは、まあ、2、3万円のことなんですけど、オンラインの英語のグランドスクールをちょっと取ってみて、どんだけ大変なんだろうってやってみたらいいかなと思います。実は今のはもうビデオとこう音声ですごくちゃんと教えてくれるもの多いんで、そういうのやってみたらいいのかなというふうには思いますね。とりあえずコツコツと一歩目を常にこう行く。そうですよね。まず一歩目。はい。とっても大事だと思います。はい、本当に今オンラインって、はい、まあコロナだけじゃなくて、本当に、まあ昔は DVD とか出てましたけど、ビデオとか、もう本当にすごくいいのが出てますもんね、安くてね。そうですね。はい。そういうのでチャレンジをすると。はい、ですね、はい、あと、ご紹介したい Facebook からのコメントがですね、中村さんありがとうございます。子供が仕上がったらシアトルで飛びたいです。藤田さん、250時間溜まった時点で事業用は絶対ですね。あ、プレッシャーかかるな。原田さんもやっぱり言ってますよ。原田さんもね、ラジオに出ていただいて、はい、日本国内でもそれこそもう何十機っていう機材を乗りこなしているパイロットなんですけども、コマーシャル、ケーキ、ぜひトライをお勧めします。あと、石原さん、いつもいい刺激を与えてくれてありがとうございます。いや、もう石原さんには本当にいろんなことを教わってます。はい、石原さんもね、もう告知しちゃいますけど、はい、出ていただきますからね。そうなんですね。今月のシアトル特集に。今月のシアトル。素晴らしい方なんで。楽しみ。はい。あとですね、いろいろ来てますよ。藤田さん、パイロットになるためにはズバ抜けて頭が良くないといけないということはいけない。なんてありません。僕から見たら分かる。ぜひ体験フライトしましょう。そうですね。はい、今、高松さんがいらっしゃる、そのさっきの狭い飛行場の、空港っていうのも、当然、はい、地元の方が体験に来られてる、ですよね。はい、はい、はい。前田教官なんかよく、あ、これからディスカバリーだ、女の子3人乗せてこなきゃ、みたいな、うん、嬉しいんだか悲しんでるんだかよくわかんないコメントとかよくありますけど、ディスカバリーフライト体験搭乗は結構頻繁にやってますし、みんな誕生日プレゼントとかで家族でプレゼントし合ったりとかもしますよね。飛行機好きな、家族に、それこそ金額も本当に1万円ちょっととか、2万円弱とかみたいなんで、そうやってみんな飛んでます。あそこでもいっぱいやってます。なるほど、ね。あと、空から人が降ってきますけどね、あそこは。パラシュート。スカイダイビング。はい、スカイダイビング。スカイダイビングはあるし、気球は飛んで、離発着してるし、体験搭乗はあるし、訓練はしてるし、でも、私たちみたいな、こう、プライベートも飛んで騎士って、ね、もうごっちゃごちゃしたんですよ、週末は。騎士さんもすごい大変だって言ってましたけど、本当大変です。そういうのやっぱり絶対見てほしいですよね、現場でね、現地で。はい。はい。はい。ご飯見ながら眺めてる人もいっぱいいますんで。はい、その日本から、じゃあぜひとも、例えばシアトルなんて、まあ、西海岸で日本から近いじゃないですか。で、そうやって、はい、じゃあシアトルに行って体験搭乗したいんですっていう、まあ、高松さんとお話したいんですって言ったら、多分この今の Facebook とか、例えば YouTube でつながったらね、コメント、はいはいはい、ぜひそういった方々に、ね、はい、そういった場を提供していただけると、はい、面白いじゃない、はいはい、そうですね、私、基本的に自分の近しい人で乗りたいという人は、もう徹底的に乗せるようにしてます。ただ、自分のコンディションが一番いい時にしか乗せてないですけど、もちろん私はまだ全然、アマちゃんなんで、ただやっぱり飛ぶとみんな変わりますね。あ、こんなに身近なんだっていう一言が必ず返ってきます。空を飛ぶこと。特に日本人の人はそれ言いますね。はい、ほら、前田教官からもコメント来てますよ。担当教官です。本当に大変でした。この仏様の訓練はって笑ってます。しかし、すごいですよね。この教官、仏を訓練するって、じゃあ自分はどこにいるんだって感じです。神のような存在ですね。まあまあまあ、大変ですよ。やっぱり、まあ、前田さんと私は別にいろいろ大人な同士でやったんでできたんですけど、教官選びもそうなんですけど、やっぱり一歩踏み出して、あ、この教官合わないと思ったらやっぱ変えるんですよね。アメリカ人なんか特に、うん。で、みんな周りで先輩たちも、エアラインのパイロットやってる方たちも、いや、合わないんだったら変えた方がいいよってみんなさらっと言いますけど、そう人の合う合わないとか、勉強が大変大変じゃないとかでつまずくのはもったいないんで、自分でやりたいことを打ち消すのは。うん、合わないものは選んだ方がいいですけど、まあ日本の場合は今選択肢がすごく少ないと思うんで、うん、そういう方たちは絶対玉名さんのところに
多分ラジオのお聞きの方はあんまりタマナさんの凄さ分かってないんですけど、アメリカに来てもすごい人なんですけどね。私、ちょっといっぱい叱られながら乗ってみたいんですけど、タマナさんと一緒に。こらって言いながら、横から。FA のチェックライダー試験官ですからね。みんなちょっともうちょっと存在の凄さを知った方がいいと思うんですけど。ありがとうございます。この間昔の知り合いとたまたま連絡したら、玉名さん今は何やってんですかって言われて、仕事変えたんですか。いやでも楽しい。こんなすごい方が。本当にいろんな方々とネットワークができてお話ができて、はい、で、はい、やっぱりいろんなところで活躍されてる。もうその話を聞くと、それを知らない身近の方々、まあ、ラジオを通してもそうですけども、いっぱい知ってほしいわけですよ、うん。こういった世界があるんだよって。そうですね、そうですね。うん、この間田村さんとオフラインでお話しさせていただきに、思わず使っちゃった言葉ですけど、やっぱり日本の空は、なんかそのエリートとか一部の航空会社のものじゃなくてみんなのものなんで、それを達成するっていうのがやっぱり最終的な玉名さんのゴールなんだなって私は思ってて、体験搭乗したい人も、エアラインのパイロットになりたくて訓練する人も、みんながみんなで共有して一緒に飛べる。まあアメリカだと鳥と一緒に共有してますみたいな言い方ありますけど、要は空、自分たちの国の上の空ってその国なんで、その空をみんなで共有してみんなで楽しもうよ。こんな素晴らしい景色が見れるんだ。こんな素晴らしい世界があるんだ。命かけるとこんなにドキドキするんだっていうのを、やっぱりみんなに体験してほしいっていうのは多分田村さんの目標だと思うんで、私はずっと応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。走行する間に番組がいっぱい時間がなってしまったんで、時間いっぱいいっぱいの時間です、ね。コメントもね、はい、本当に読み上げられないぐらいたくさん。来てますね、ありがとうございます。はい、ですね、皆さん本当そうなんです。高松さん、私の代弁してくれましたけど、やっぱり飛行機の楽しさって、ね、やっぱり乗ってみないと分かんないので、パイロットになりたいっていう夢はもちろん大切です。そのためには高松さんが言うように、まずは一歩踏み出す。今だと、まあ、いろんなコロナとか問題があるので、まずはオンラインで見てみるとか。ただ状況によっては渡米もできますし、実際私も行ってましたけど、まあ、リスクはあるんですけども、まあ、そうやって飛行機に乗るで行くと、高松さんのようなプライベートの方々が乗ってる、前田さんのようなもう楽しく楽しく飛行機を乗せてくれる方々もいるっていう、実際体験するのと、やっぱり現地でそういった方々いっぱいいるじゃないですか、普通に。そうですね、はい、それを目の当たりにして、一歩踏み出すことの大切さっていうのがなんか分かってくるのかなというのも感じました。でやっぱり今回お越しいただいたのは、ぜひともその視聴者の皆さんね、高松さんの YouTube、コラムをぜひご覧になって、もうパイロットだけじゃないんですよ。人として、あ、なるほどなって思うことがいっぱいあるので、そのあたりをぜひ自分も含めて勉強してですね、まあ、コーチングも含めて、まあ、いろんなことをちょっと勉強していきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。みんな勉強なんで、はい、ね、お互い勉強で。はい。ぜひとも、おそらくこれ番組終わったら、高松さんのフェイスブックにバーッと、友達申請が来て、いろんな、お仕事大変でしたけども、いい、空の世界を広めるというこの番組の趣旨でいうと、ぜひともご協力いただきたいと思います。はい。はいはい、ありがとうございます。本当に今日もね、たくさんコメントいただきましたけど、番組中にご紹介できなかった方はすみません、はい、ありがとうございます、はい、今日のゲストは高松さんでした。貴重なお時間とお話ありがとうございます。はい、ありがとうございます。玉名花へのパイロットになろう。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りいたしました。来週またシアトル特集が続きます。高松さん、今日本当にありがとうございました。皆さん、さようなら。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。